普段あなたが利用していた店はコロナ後も大丈夫か。流通、小売業界ではコロナ禍の影響を受け再編、淘汰が進み、業界の寡占化を促すことが予想され始めている。コロナ禍の後遺症が長引けば、あなたがいつも使っている店や、その看板は残っていないかもしれないのだ。小売りの再編、集約が進んだその先に待っているのは価格が硬直化した、決して安くはない、非常に暮らしにくい世界の到来か、流通ジャーナリスト森山真嗣、百貨店は、負のスパイラル、状態まず、再編によって店が残っていない、看板が変わっているという浮き目に遭遇しそうな小売り店舗の筆頭が百貨店だろう。百貨店は今、負のスパイラル、状態にあると言っていい。ご存知のように百貨店はインバウンド、訪日外国人の増加の波に乗って収益を拡大させてきた。大手百貨店の中には免税売上高比率は 10% 近くにも達しているところもある。多くの百貨店がインバウンドに依存してきた。しかし、3月の大手百貨店の既存店売上高は惨憺たる状況だった。三越伊勢丹ホールディングスが前年同月比 39.8% 減、J、フロントリテイリング、大丸松坂屋百貨店、が同 43.0% 減、H2O リテイリング、阪急阪神百貨店、が同 28.1% 減、高島屋が同 36.2% 減。過去最大の落ち込みだ。中でも免税売上高は壊滅的だ。大丸松坂屋が同 97% 減、高島屋は同 92.5% 減とインバウンドの売上はほぼなくなっている。